ジェマルパシャ・アフメト・ジェマルパシャは、オスマン帝国の軍人、政治家、中将であり、海軍大臣でもあった。彼は、エンベルパシャとタラートパシャと共に三党政治を行った。ジェマルパシャ1872年5月6日、レスボス島のミディッリで生まれる。1890年、陸軍高校を卒業後、軍に入隊した後、参謀本部に勤務。1908年の青年トルコ人革命時、軍事行政の指導がジェマルパシャに委任され、1909年からアダン、1911年からバグダード知事。青年トルコ運動に積極的に参加し、統一と進歩運動の印となった。イスタンブールの保安機関を指揮した後、社会業務省に任命された。1912年から1913年のバルカン戦争時、師団を指揮した。1913年、第1軍団長に任命され、同年に海軍省となる。エンベルパシャ、タラートパシャと共に三党政治体制を確立した。ジェマルパシャを通して、ドイツのヴィルヘルム・スーション、ギド・フォン・ウゼドム、フーベルト・フォン・レボイル・パシュビツ提督に、オスマン帝国海軍の指導が委ねられた。第一次世界大戦までに、オスマン帝国海軍は、ドイツのブレスラウ、ゲーベンのほか、トゥルグトレスキュー全土級戦艦2隻、装甲艦1隻、軽巡洋艦2隻、機雷敷設巡洋艦2隻、駆逐艦8隻、魚雷艇7隻からなった。ジェマルパシャとエンベルパシャ馬に乗るタラートパシャとイラクの部族長ら。1914年、ジェマルパシャは第一次世界大戦中、その影響力を懸念したエンベルパシャと対立し、同年11月18日、シリア・パレスチナ戦線で行動する第4軍司令官に任命された。11月10日、第4軍はエル・アリシュを無血占領し、11月18日に沿ナフトシナイ半島を占領して、スエズ運河の英軍陣地を脅かした。1915年1月29日、第4軍はイギリス軍と初めて交戦したが、砂漠の横断に手間取り、イギリス軍は増援を集結させることができた。ダーダネルス作戦開始後、イギリス軍はスエズ運河を経由して、第8、第10、第25師団を海峡地区に、1個師団をバグダードに、1個師団をビトリスに派遣することに成功した。この後、攻勢は縮小された。1916年8月、1万3000人の兵力でスエズ運河突破を図ったが、撃退された。同年12月16日、エル・アリシュを放棄。1917年4月、第4軍はユルドゥルム軍集団の編成下に入り、同年にシリア、西アラビア軍集団総司令官に任命された。同年9月25日、第4軍からフリードリヒ・クレス・フォン・クレッセンシュタイン、将軍の第8軍が編成された。同年10月、シリア戦域は2分され、ジェマルパシャは第4軍と北アラビアの部隊からなるシリア軍集団の司令官となった。同年12月、エーリッヒ・フォン・ファルケンハインと紛争を起こし、ダマスカスに去る。ジェマルパシャの撤退後、軍集団は解散された。その後、海軍省代行となる。1918年10月、タラートパシャ政権と共に退陣。ジェマルパシャ1918年の3党、政治体制崩壊後、トルコから去り、しばらくの間、ドイツ、スイスに潜伏した。この間、他の二人と同様に、新体制から、欠席裁判で死刑を言い渡されている。1921年、アフガニスタン国王の軍事顧問となる。1922年7月21日、グルジアソビエト社会主義共和国の首都トビリシにおいて、アルメニア革命連盟党員とされるテロリストにより暗殺された。ありがとうございます。